さあ、ウォークライハドルを終えました。広島のキックオフで試合が再開となります。9番の藤本、大阪産業大学出身。さあ、翔英リターンはしません。このボールはエンドゾーンに入りましてタッチバックとなります。タッチバックとなった場合はリターンチーム自陣25ヤードの地点からの攻撃になります。先ほどもご紹介しました通りキックオフのボールはエンドゾーンに入りますとタッチバックとなります。攻撃権は相手陣に譲渡され、相手陣25ヤードの地点から相手の攻撃と変わります。後半最初の攻撃に入ります翔英ブレザーズ。自陣25ヤードからファーストダウンテン。さあ、まずはファーストプレー。クォーターバック2番、ワイドレシーバー6番にピッチパス、すぐに外へ投げるパターンのパスを投じ、そして6番キャッチアンドラン。相手タックル浴びながら約4ヤードのゲインとなっています。パスを通しました。クォーターバックの2番は山西、近畿大学出身。取りました6番の大倉は同じく近畿大学出身の、こちらはルーキーのプレイヤーです。翔英セカンドアンシックス。ハンドホから右方向に展開しようとしましたが、これは広島ディフェンス集まりよくノーゲイン。サーダウンに変わります。翔英自陣29ヤードの地点からのサーダウン6。攻撃権更新まで残り距離6ヤード。しかしこれは広島ディフェンス集まりゲイン2ヤードにとどめています。攻撃権更新ならずフォースダウンと変わります。まずは広島翔英の攻撃を3回で止める形になりました。フォースダウン4の状況に持ち込んでいます。翔英フォースダウン4でパットフォーメーションを選択します。バントは広島陣35ヤード付近でボールデッドとなり攻守交代となります。まずは広島翔英の最初の攻撃をしのぎました。今度は広島が自陣31ヤードの地点から後半最初の攻撃に入ります。先ほどのハーフタイムで何か策を講じましたでしょうか。その最初の攻撃注目しましょう。パス不成功。まずはタイミングパス。クォーターバックが決め打ちでワイドレシーバー8番にパスを投じましたが、これはディフェンス集まりよくパス不成功です。
パス失敗で2回目の攻撃に変わります。広島2年32ヤードからセカンドアウト。今度はワイドレシーバーに通しまして、ワイドレシーバー9番キャッチアンドランで攻撃権更新です。ファーストダウン。まず広島は攻撃権更新という形になりました。パスを取りましたワイドレシーバー9番は坂井、島根大学出身のプレイヤーです。攻撃権更新しまして、自陣43ヤードからファーストダウン点。さあ、ここで広島はワイドレシーバーをモーションしてのジェットモーションスイープ。レシーバーの9番、そこから縦に切り上がり、約4ヤードのゲインとしています。ボールを託されたワイドレシーバー6番は大倉、失礼しました、託されたワイドレシーバーは9番の坂井、島根大学出身。広島セカンドダウン6、ボールオン自陣47ヤード。中央トップ上がりまして、ランニングバック33番に託しましたが、これを翔英97番が猛チャージし、ノーゲインとしています。タックルしました翔英94番は森、高千代大学出身のルーキープレイヤー。広島、攻撃権前進させることができず、3回目に入ります。ボールオンは自陣47ヤードからのサードダウン6。さあ、広島ここでオプションプレーを選択しました。クォーターバック自らキープし、攻撃権更新を図りましたが、しかし攻撃更新に至っておりません。フォースダウンと変わります。キャリア18番は港に、京都外国語大学出身。試合再開となります。ボールオンはハーフウェイで、広島フォースダウン2の状況から試合再開となります。広島はここはパントフォーメーションを選択しました。
ード付近でボールが止まりまして、この位置での攻守交代となります。中央突破、これが功を奏し、約6ヤードのゲイン。昭栄自陣21ヤードからセカンダウン6、失礼、セカンダウン4に転生します。近畿大コネクションにより昭栄ファーストダウン点としました。ボールオン相手陣47ヤード。さあこれが起爆剤になるでしょうか。さあ今度はランが出ます。ランニバック26番タンドオフを受け中央突破、相手味方ブロッカーの生かし約9ヤードのゲインとしています。勢いづくランプレーを見せました昭栄ブレザーズ26番は金子、近畿大学出身、失礼、ゲイン8ヤードに訂正します。昭栄相手陣39ヤードからセカンドダウン発生しています。フィールド上に黄色いウエスが落ちますと反則発生を意味します。この反則がどちらにあるか審判の判定を待ちましょう。オフサイド、ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しました。5ヤードバッタイ、そして残り距離2ヤードでしたので自動的に攻撃権更新となります。昭栄ブレザーズファースター、昭栄再び攻撃を1回目に戻しました。ボールオンは相手陣34ヤードの地点からのファースターアンテ、クォーターバック2番の山西、近畿大学出身のプレーヤーです。
そしてタッチアウトのワンプレーブライフォーポイント。キック成功、1点追加。共栄ブレザーズ14点、広島ホークス7点、昭栄逆転でリードとしました。この膠着状態を先に破ったのは昭栄ブレザーズでした。試合が動きまして、果たしてこの展開どのようになるでしょうか。試合は第3クォーター、残り時間2分1秒となっています。さあ、そして昭栄のキックオフで試合再開となります。2ターンとなります。広島2ターンは14番と23番が構えます。14番和田、23番広島で点、昭栄7点です。どのようなターンを見せるでしょうか。バーンズ外で出ました。この視点からの広島の攻撃と変わります。広島自陣26ヤードからファーストアウト。
広島、ここでタッチダウンを上げること、ワンプレーでタッチダウンを上げるという快挙を成し遂げましたが、しかしトライフォーポイント失敗で同点に追いつけませんでした。この状況が果たして最終盤どのように影響するでしょうか。試合は広島のキックオフで再開となります。さあ翔英リターン入ります。リターンは33番、右サイドラインを攻め35ヤード付近でボールデッドとしました。この位置からの翔英ブレザーズ、ブレザーズの攻撃と変わります。9に翔英でまだ試合優位の形を維持することができました。翔英ブレザーズ自陣35ヤードからのファーストダウンでの攻撃に入ります。しかしゲインはなく、むしろ1ヤードロス。翔英セカンダウン11の状況に入ります。ボールオンは自陣34ヤード。終了です。第3クォーター終わりまして、翔英ブレザーズ14点、広島ホークス13点、広島1点リードで最終クォーター第4クォーターに入ります。